なんだ魔女、質問か？奈良時代の祖、覚えたいです。じゃあみんなでこれ見よう。今回は日本史、奈良時代、奈良時代の僧侶です。それでは鎌倉先生、よろしくお願いします。はい、了解です。今日は奈良時代の僧侶の覚え方をやっていきます。こちらをご覧ください。こちらの外国人が東京へやってきました。東京タワーを見るためにやってきましたが、タワーの下のところにすごい行列が、奈良の僧侶から奈良の坊さんとリンクして、そこから奈良坊、奈良坊家とリンクしましょう。東京見物に来たらものすごい行列ができていて、外人が一言、どうしようかな、東京見物行列、外人がどうしようかな、東京見物行列、外人がどうしようかな、東京から東京見物から言語行列から行基、外人から鑑人、どうしようかなからどうしよう、まとめます。覚えるワードは東京見物行列外人、どうしようかなです。東京から東京見物から言語行列から行基、外人から鑑人、どうしようかなからどうしようです。はい、奈良時代の僧侶を軽く説明します。道教、宮中に入り官廟に功があったとして聖徳天皇に信頼され、太政大臣前置、さらに法皇に宇佐八幡の神託と称して皇位の継承を企てたが、藤原一族の意を受けた和家の清丸に阻止され、天皇の死後下野の国薬師寺別当に左遷、同所で死去。元母星宗主宇野宗立花の諸江の下で吉備の巻人ともに政界にも権力を振るいました。藤原の仲間の台頭で745年、筑紫の関税恩寺別当に左遷、同地で死去。行基、同省に指示、畿内を中心に諸国をめぐり民衆教化や華経などの社会事業を行い、行基菩薩と称された。745年に最初の大僧正になり、死後には行基信仰が生まれた。鑑人、唐の学僧、日本の立宗の祖、暴風、失明などの苦難を犯して754年来日、東大寺に初めて会談を設け、聖武上皇らに受戒、後に戒律道場として東照大寺を建立。道正、飛鳥時代の元号寺の僧、星宗主宇野僧、日本星宗主宇野僧、653年に入湯して星宗を学び、元号寺に全員を建てました。晩年には華経などの社会事業を行いました。また日本初の仮装された人と言われています。なお道正は飛鳥の僧ですが、行基の師なので入れておきました。はい、今回の私の奈良時代の僧侶の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなどリクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。おや？路上の伝説も。頑張れ日本。